はい、皆さんこんにちは、タートルです。なかなか取れないお腹の脂肪、お腹だけなぜか痩せない、そういった方はお腹の筋膜が歪んだ状態でそこに脂肪が入り込んで取れにくいのかもしれません。今回はお腹の筋膜剥がしに加えてエクササイズを組み合わせることでより早くお腹の脂肪を減らすことができます。お腹の筋膜が剥がれることによって血流が上がり、代謝が上がり、そこにエクササイズを加えることでお腹に熱を持ちやすくなって脂肪が早く減ります。一緒に頑張ってみましょう。お腹の上部を掴んで引っ張りながらグリグリ動かしましょう。スタート。楽に座ったままでいいです。ちょっと引っ張りにくいよって方はちょっと前かがみになってお肉集めてつまんで引っ張りながら動かします。このね、引っ張ってね痛いよっていう人は特に硬くなってる証拠です。お腹の脂肪が取れやすい時っていうのを柔らかくなって痛くないですから、しっかりね引っ張りながらつまんでグリグリね取れろって感じで、よっしゃ。今度はね真ん中、腹部の真ん中をつまんで動かしましょう。お腹の脂肪なくなれって思いながらねやることで減っていきます。しっかり引っ張ってね頑張っていきましょう。もし掴みにくいよって方はね、上半身裸でやった方がいいです。服があるとやはり摩擦が起きちゃうんで、皮膚がね赤くなる可能性があります。しっかりね引っ張ってグニグニとねいろいろ動かしてみてください。よーし、オッケー。はい、今度はね下腹部。しっかり前かがみになるとね掴みやすくなります。しっかり掴んで。ここがね。一番取りたいとこですよね。しっかりね揺らして、もう雑巾絞りのように絞ってね引っ張って剥がしていきましょう。持ちにくかったら何度かね持ち替えてください。しっかりつまんで引っ張りながら剥がしていきましょう。よーし、 OK。 今度はね右側のウエスト、脇腹をね引っ張っていきましょう。はい、今度斜め横に引っ張る感じですね。あと少しですからね。このね引っ張った後にエクササイズに入ります。ちょっとグリ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 動かしてから、ちょっとねやっぱり前側より横側の方がね痛いよっていう人は横に脂肪がね固まっている証拠です。あんまり引っ張っても、ね、痛くないよって人はねいいです。はい、反対です。反対もしっかり引っ張ってね。私はね横の方がねちょっと痛いなって感じですね。しっかり引っ張ってグリグリと揺らしていきましょう。あんまり引っ張ることってないですよね。で筋膜ってなんか抑えるばっかりはね筋膜じゃなくて、引っ張るのもね筋膜リリースになるんで、しっかりねお腹周りはねなかなかローラーでね押さえつけられないんで引っ張りましょう。よっしゃ、 OK。 それではエクササイズに入りましょう。まずは寝たままで足を伸ばしてお尻を少し上げてね、これでキープ、できるだけね足を持ってきて、しっかりお尻もねちょっと持ち上げる感じで下腹をね引っ込めていきましょう。お腹はどんどん引っ込めてください。どうですか、オッケー。あーし、オッケー。今度は膝ね曲げたままグイッグイッと動かします。上半身をね楽にしてください。お尻を持ち上げる感じで下腹だけ使っていきましょう。足を上げるっていうよりは腰を丸めるっていうイメージです。
肉取っていきましょう。 OK。 今度はね、肘ついて足伸ばしてキープ。ちょっと肘をね、横に開いた方が腰がつけやすいです。お腹をこれでね、どんどん引っ込めていきましょう。ぐーっとまた引っ込めて、止まっとく腹筋って結構つらいっすよね。あと少しですからね。よし、頑張って。よし、OK。 今度はね、上体を起こしたままでキープ、いきましょう。これでキープ。お腹をどんどん引っ込めて、腰を丸めてください。あともう一種目で終わりです。たまに落ちていきそうになったらね、もう一回グッと上がってください。上がったままキープ。大きく、息で爆吐いて。 OK。 よし、今度はね、上体を起こしたままこれでキープ。ラスト、じゃあ頑張って。これラストです。足をね、楽に力抜いて、お腹がね、しっかりね、ぐーっと熱くなってるのが効いてます。うおー、効いてきた。うわー、めちゃくちゃ効く。頑張って、頑張ってください。しゃ、ちょっとオッケー。あー、いてー。お疲れ様でした。いやー、10種目もね、行いました。こんな単純な10種目、これがすごくおすすめなんです。いつも腹筋ばっかり頑張ってたよって方もね、筋膜リリースした後に腹筋メニュー、この動画を何度もやってください。頑張ってたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。